レムデシビル重症者に効果アメリカの国立衛生研究所が日本などを含め10カ国で行ったレムデシビルの臨床試験の結果 COVID-19 の感染者に対しレムデシビルを投与した場合退院できるまでの期間が中央値で11日となり投与しなかった方の 15日よりも4日短くなったことが明らかになりました。こちら特に重症者に対し効果が期待できるとされておりますが、現時点では初期の臨床試験の結果とされておりますけども、この COVID-19 の治療薬、現時点で承認されたのは緊急承認という形でございますが、 レムデシビルのみとされておりますので、日本政府には、日本の医療機関の皆様には、重症者に対し積極的にレムデシビルを投与していただき、一人でも多くの方を救っていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。